まあ、土の感覚は大体分かった。人工芝と同じ感覚でやったらダメ。そうっすよ。全然違いますよ。違うね。はい。休みは今月曜日だけです。マジだ。はい。子供と遊ぶんだ。まあ、そうですね。ちょっとだけ。僕あんまり家族サービスしない人間なんで。した方がいい。そうですよね。うん、今ちっちゃいでしょまだ。はい、まだちっちゃいです。2歳と4歳です。いや、一番楽しい時。そうですね。うちの子全然、あ、てか僕はサッカー一緒にやりたいんですけど、男の子？男の子です、うん、全然サッカーやんないんですよ。無理に押し付けないで。はい。好きこそものの上手のあれだから。そうですね、うん、なんかこれ決めたら飴あげるとかさ、はい、ここからあっちまで届いたらアイス買ってあげるとか、はい、そういうところから楽しみを与えて、はい、で課題をクリアする喜びも与えて、はい、でその競争、はい、で勝つ喜びも教えていくと、はい、子供はどん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 吸収していく。うん、指導者の人たちに指導の仕方を教えたりとかで呼ばれる時もある。ああ、そうなんですね。うん、お父さんコーチとかは悩むんじゃない、はい、ああ、まあそうでしょうね。で増田のところにも行ったことあるし。ああ、そうですか、うん、へえ。お、何すか。今蹴った人ですか。30半ばぐらいですね。どこでやるんですか。あんまり詳しい経歴は知らないです。いいボール蹴ってる。そうですね、うん、いやでもさっき翔さんと対面パスして思ったのが、うん、やっぱちょっとトラップの仕方が翔さん上級者ですね。ありがとうございます。完全にもう伝わってキレがなんていうか足首のスナップの効かせ方とか全然違いますもん。ありがとうございます。動きに無駄がないですからね。なんかしっかり収めれば楽だったね、やっぱり、はい、子供たちにもそのトラップってどういうイメージかっていうと、はい、ランドセルに物をこう入れていくような、いわゆる準備、はい、学校に行く準備の中でランドセルに物を入れたりするわけ、はい、それがランドセルの中に物がなければ準備ができてないから、はい、学校でその教育を受けるチャンスを減らしてしまう、はい、サッカーでいうとトラップをちゃんと都合のいいところに置かなければいいパスを出す準備、あのチャンスを失ってしまう、はい、うん、トラップもすげえ下手で練習したな。でもあのやり方は練習しないとできないですもんね。
おお。あ、戻っちゃった。あ、あれあれ、あらららら、ら、入ってしまった。ラッキーゴール。そうですね。今日は圧勝かな。したのかね、青キングに来てた。いや、まだ結構独身の人多いっすよ。あのマネージャーの女の子だっけ。マネージャー、あ、マネージャーの子はやっぱりみんな結婚しましたね。あのメンバーと。はい。あ、いや、まあ外部の人たちと。あ、サッカーで。はい、そうですね。まあ、付き合ったりはしましたけど、ね、はい、結局別れて、まあ、全く関係ない人と結婚してます。これと奥さんは。あ、僕の奥さん長崎です。あ、僕地元の女の子です。あ、そうなんだ。はい。で、こっち住んでるでしょ。そうですね。仕事してないの。してないです。専業主婦です。加納さんって今仙台でしたっけ。大分。大分っすか。バサジ。あ、バサジに移籍したんですか。うん、前、ちょっとその前が仙台。そうですよね。町田、仙台、大分。へえ。仙台よりも大分の方が強いですよね。違うんだね。そうですよね。お、飛ばした。引き返す。あ、取れた。やっぱ22歳でサッカー経験者がいると変わるね。そうですね、変わりますね。あー、惜しい。ライター設備あり、立派だわ。あ、そうなんですか。うん、横浜FCの戸塚グラウンドよりも立派。あ、そうっすか。お金かかるんだよな、電気代が。あ、そうなんですね。
区の中学。あ、そうです。新宿区立です。区立。はい。地域に受験ない子供たちが入る。そうだと思います。ね。はい。この辺の子たちが来るんでしょうね。そうだね。お金持ちの子だよ。そうですね。ボランチ。いいね。うまい。おお、早い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 。引かして打って決める。はい、ナイス。ナイスナイス。あ、いや、まあ、確か大学の方はもうサークル引退してあと就職待ちなんですよね。だからそんなにやってないはずです。4月から社会人って言ってたんで。ああ、そっか。あ、ちなみに去年までうちのそのトリーグのメンバーだったんですよ。あ、その上のはい、3部リーグの方で。あ、3部リーグ、はい、活躍してくれた。そうですね。まあでもチームは降格しちゃいましたけど。ああ、そっか、うん、そうなんだ。甘くないんだよな、都道府県リーグは。そうですね。お、回った。使ってあげてほしい。似てるよ、ヒーフキのサッカー。あ、そうですか。お、おお、セービング。幅使って、はい、間にボール入れて、はい、で、2列目が追い越してっていう、そういう感じのサッカー。そうなんですね。それをもうパターンでずっと練習してる。とにかく横の幅を使う。はい。入った？はい。行きたいですね。いけるかな、いけるかな、いけるかな。あ、勝った勝った。あー、出すぎた。激しい。打て。でもまだいける。うわあ。あ、遅い。あ、残念。でもあの、お酒が進む映像が今日撮れたんじゃない？選手にとっては。そうですね。うん、いっぱい点入ってるから。はい。一応今日、今年、あ、てか今シーズン最後の試合なんですよ。あ、そうなんだ。はい、この
このチームの方でやるのが。ああ次の開幕が4月で、うん、だからそれまでは一応試合はないですね。ないんだ。はい。いや増田がよく誘われてたね。あ本当ですか。おお全員出てった。まだシュート、反転シュート。大学生？大学生です。午前中は割と時間の余裕はあるから。あ、誰がさ、私ですか？あ午前中は、いやいつも、フットサルやってるんですよ。あ、そうなんだ。はい、平日は朝から運営してるの。そうっすね。あ、サラリーマンの人とか、はい、時間ある人、はい、を集めて一緒にやってます。場所はこの辺。はい、だいたい渋谷か、もしくは、三宮橋っていうところですね。小田急線の、はい、代々木のところ。そこに一回行ったかな、堀くんのなんか学校みたいなところで。あーそこは違いますね。そこはあれたまたま取れただけで、あそこは一回きりです。その三宮橋にあるオリンピックセンターっていう体育館か、渋谷にある体育館かのどっちかっすね。まあそこそこ、まあ、1万円はしないぐらいです。そこで参加費1000円でやってまして、はい、順位でトントン。そうですね。まあでもいい時は、まあ、25人とか集まったりしてくれるんで。ああ、いいね。はい、誰かがねそういうの取ってあげないとみんなプレスとかがないから。そうですね。翔さんも平日の朝来れないですか。朝、まあ、早起きできたら。本当ですか。いつも9時ぐらいからやってます。あ、本当は、はい、2時間ぐらい。いや、だいたい9時から12時か、まあ、9時から、ね、はい、9時から11時半とか、まあ、2.5 時間とか3時間ですね。年齢層は、30代が多めです。多いな。でも40代もいっぱいいます。ほぼ毎日、もう週4来る人で44歳の人がいて、うん、まああと40歳の人も週3、週4来ますし。自営の人？自営だったり飲食だったり。あ、そうか。平日に来る人はだいたい週2、3来ますね。あ、好きなんだね。はい。まあ、その分土日に来れないんで。はい、皆さん競技ではやってないですけど。若者はあんまり来ないですね、逆に。もうちょうどいいかな。はい、それぐらい。明日もありますよ。ちなみに明日は9時半から12時まで三宮橋で。コンディション整えてる。あ、この後フッツァルでしたっけ。今日はもう、あ、もう終わりですか。その、うん、ボールつながる。はい、つながります。結構競技でやってるやつも来るんで。だったらいい、はい、そう、参加するところ間違えちゃうと、はい、繋がらなかったりするから、どのパススピードで出していいかとかもさ、はい、まあ、なるべく足元にビーンって出したりとか、はい、あ、うちは、まあ、結構その辺は大丈夫だと思います。はい、スカット。
らら。すぐ解散だ。はい、そうですね。ナイターも消えますんで。あ、そういうことね。決めた。大学生？そうですね、大活躍ですね。でしょうね。まあ、東京都3部の選手がクリーグに来ると活躍しちゃう。そうですね、まあ、区の3部ですからね、さすがに。入った、あ、もう 6-0 ぐらいじゃないですか。 5-0、6-0 とか、うん、そんな感じだと思います。これ映像ではちょっと分かんないと思うけど、はい、10人だからね。はい、そうですね。翔さんは増田さんとは中学生まで一緒にサッカーしてたんですか？そう。高校は一緒にやってないんですか？高校は、あの、増田はサッカー部じゃない。サッカー、同好会なのか分からない。同好会があるんですか、高校に。そう、一般の受験生の人はサッカー同好会に入る。へー。で、サッカー推薦とセレクションを受かった選手はサッカー部に入る。へー。一学年10人で30人しか入れないから、はい、遠いのサッカー部は。あ、そうなんですか？うん。え、一学年 そんな少ないですか？そう、大体推薦の選手が10人ぐらい。全国からその最低でも県代表レベル。はい、そうなんですか。まあ、ジュニアス代表の選手とか。え、同好会の方はその JFA の管轄の大会とか出るんですか？同好会の人はなんていうの、市民大会とか出てる、はい、選手権は俺たちサッカー部が出るから。そうですよね。あ、じゃあだから大学のあの体育会とサークルみたいな感じだね。あのインカレとか出れないでしょ、サークルは。はい、そういう感じだね。じゃあ高層体インターハイとかも全く出ないってことですよね。そうなんですね。高校でそんなんあるんですね。だから変だよ。やりたいと思ってきた人を入れないわけだから。そうですよね。まあ、これやりたいなったら試験受けなさいっていう。まあ、大学もそうじゃん。あ、そうですね。そういうところもありますね。終わった。あ、なんか今日時間が短いな。